2004年にジョイオブ・サタンが考案し、2007年にチャーチオブザ・エルダーズのメインシンボルとして採用されたルシファーのシジル。神聖王義書に収録されたシジルに基づいてデザインされている。有神論的サタニズムとは、サタンを人間がコンタクトを取ったり嘆願したりする相手となる超自然的な存在、力だと見なす信仰。こうした信仰を持った組織、 結社を大まかに刺すこともある。伝統的サタニズム、霊的、サタニズムとも呼ばれる。有神論的サタニズムの他の特徴には、儀式魔術がある。オラウシオにアントン・ラベイが1960年代に創始した、ラベイ派サタニズムとは異なり、有神論的サタニズムは無神論ではなく、有神論をとり、サタンは概念のようなものではなくむしろ実在すると考える。 近世ヨーロッパの魔女狩りで実際にはサタンを崇拝していない人物が処刑されるといった事例があった。そのため、歴史上有神論的サタニズムがどの時期に存在しどの程度普及していたかは不確かであり、有神論的サタニズムの歴史の記述は暫定的なものとならざるを得ない。ほとんどの有神論的サタニズムは比較的新しいモデルイデオロギーのうちに損し、それらの多くは アブラハムの宗教とは全く関係がないと主張している。マルティンファンメーレの魔女のサバト、ジュール・ミシュレ、魔女1911年版より、セーラム魔女裁判など近世、ヨーロッパやその他の魔女狩りで告発された人々はしばしばサタン崇拝の門で告発された。サタン崇拝は魔女のサバトで行われていると主張された。サタン崇拝をしているという権威は、 テンプル騎士団やマイノリティ宗教を信仰する集団、個人にもかけられてきた。テンプル騎士団の場合、騎士団員の書いた文章中に、ムハンマドがフランス語風に名まった、バホメットという言葉が含まれており、これがテンプル騎士団を告発した人々によって誤って悪魔の名前だとみなされた。魔女狩りの時代のサタン崇拝をしているという告発が、 どの程度宗教的迷信や集団ヒステリー、精神障害者の迫害ではなく、実際のサタニストを告発できていたかは不明である。サタン崇拝をしているという自白は、大抵の場合拷問によって得られていたこともあり、信頼性に欠ける。しかし、カリフォルニア大学名誉教授ジェフリー・バートン・ラッセルが、著書、西洋のウィッチクラフトで、全ての魔女狩りの記録が簡単に払いのけていい。 ものというわけではなく、実際には、ウィッチクラフトを、グノーシスイタンと結びつける根拠が存在するという、広範な主張を行っている。ラッセルは資料に直接当たった上でこの結論に、達している。ルイ14世時代の毒殺スキャンダルでは、多くのものがサタニズムウィッチクラフトの角で告発された。エリファスレビの描いたバフォーメット。有心論的サタニストのグループを含む、 ある種の作動の体系の象徴に採用された。歴史上、サタニストとは、主流派の宗教的、倫理的信念とは異なる意見を持つ人物に投げかけられる、罵倒語であった。逆キリスト教活動という概念は、異端審問によって作り上げられたトポールツイテアンは、考えているが、ジョルジュ・バタイユはミソなどのキリスト教典礼を逆転させたものは、 魔女狩りを通じて得られたそれらの記述に先立って存在したと考えている。最初に、神聖王義書に収録された、ルシファーのシジルの全体図。18世紀にはフランスで様々なサタニズム的文学が一般的になり始めた。その中には、悪魔との契約の説明書やよく知られたグリモアールがあった。特に有名なのは、神聖王義書と大王義書である。 マルキド・サドが、卓形像や、その他の聖なる物品を汚したことについて記録し、また、著書、美徳の不幸で、クロミサの創作的な説明を行っているが、ロナルド・ヘイマンによれば、サドがこうした冒頭的行為を必要としたのは、この反抗心からより、合理的な無心論哲学へ進んでいくためであったという。19世紀には、エリファス・レビが、オカルトに関するフランス語での著作を行った。 特に1855年にバフォメットの絵画が制作されたが、これは今日でもサタニストによって用いられている。また、サタン教会という無神論的サタニストのグループが最初に採用したバフォメットの指ルは、このバフォメットの絵画が元になっている。ジョイオブサタンという有神論的サタニストのグループも、このバフォメットの絵画を修正した形で用いている。 1891年には、ジョリスカルル・ユイスマンスが、サタニズム小説、カナタを発表した。本作品では、クロミサに関する詳細な描写がなされているが、ユイスマンスは当時パリで行われていた、クロミサを直接知っていたのかもしれないし、直接出席して見知ったというより、エティエンヌ・ギブールによって挙行されたミサに基づいて、描写したのかもしれない。 ユイスマンスによる黒ミサに関する記述は、黒ミサで用いられた式文を記録していると称する数、少ない文献なので今日に至るまでサタニストの儀式で参考にされている。彼方に記述されているタイプのサタニズムでは、カトリック教会の天礼を逆転させることで、キリスト教の神を貶めて、悪魔を称揚する様々なサタニズムを作り出すために、祈りは悪魔に捧げられ、 カトリック教会から盗んできた生態が用いられ、カトリック教会の祭壇上の物品や天礼と性的行為が結びつけられる。ジョルジュ・バタイユはユイスマンの描く黒ミサが疑いの余地なく神聖のものだと主張している。今日の有神論的サタニスト全員が定期的に黒ミサを行っているというわけではないが、それはプロテスタントの国々において、 現代福音主義キリスト教ではミサが行われず、サタニストに対する、こうした無作為の影響がそれらの国々で作用しているせいも、ある。存在が証明できる最初期の有心論的サタニストの集団は、アファイト・カルタス・ソタノスという小さな集団で、1948年にオハイオ州で創設された。これは、古代のグノーシス主義のオフィスハヤウ一家の、 誘閣神に影響を受けていた。創設者、指導者に大きく依存した組織であったため、彼が1975年に死ぬと解散した。マイケル・アキーノが、著書、悪魔教会でサタン教会の黒ミサ、ミサソレムニスに関するテキストを公開すると、アントン・ラベイは、著書、サタンの天礼にサタン教会の別の黒ミサ、ミサのワールを収録した。 ラベイのサタニズムに関する著述は1960年代に始まったが長い間サタニズムを懸念する入手可能な数少ない書籍であった。しかし後にはリチャード・キャベン・ディッシュ、クロマ術やジュール・ミシュレの古典的な作品魔女が読めるようになった。アントン・ラベイは悪魔崇拝者や悪魔に祈るという考えを公然と非難した。1969年に サタンの聖書が交換されて、以降非有神論的なラベイのサタニズムが流行したが、西イングランドでオーダー・オブ・ナイン・アングルズが起こり1984年に、彼らのザ・ブラック・ブック・オブ・サタンが交換されるまで、有神論的サタニズムは人気を得られなかった。彼らの次に結成されたサタニストのグループは1995年に、 スウェーデンで結成されたミサンスロピック・ラッセフェリアン・オーダーである。ミサンスロピック・ラッセフェリアン・オーダーは、イルーメイツ・オブ・サニ・テロス、クリフォト・カバラといったオーダー・オブ・ナイ・ニ・アングルズで用いられていた要素を取り入れた。1980から1990年代の悪魔的に式虐待に関するモラルパニックは、 伝統的サタニズムが子供たちを儀式に捧げて悪魔崇拝の儀礼の一環として犯罪を行っているという信念を中心としていた。殺人、児童ポルノ、売春に関わっているサタニスト組織の大規模なネットワークが存在するとも主張された子供たちがソーシャルワーカーによる必要な尋問を受けた後にマクマーティン保育園裁判という象徴的な事件が始まったが結果として 自動性的虐待の主張が間違っていたことが明らかになった。サタニズムや儀式による虐待といった主張の証拠は何も見つからず、膨大な誤った基礎が行われただけに終わった。ラベイ派の人々が集うウェブサイトファーストチャーチオブサタンの創始者、ジョン・アルは暴力的過激派の中には悪魔崇拝者や逆キリスト者もいるとみなしている。おそらく彼らはある。 主の精神病を患っているのであろうとあるは考えている。1992年から1996年にかけてバルグビー・ケネスラノルウェーのブラックメタルシーンに属する戦闘的ネオペーガニストがノルウェーのキリスト教に対する報復行為としてオスロ近郊の聖堂、教会堂に対する放火を行ったがこうした行為はサタニズムによるものと広く受け取られた宗教的 儀式的犯罪を行った者の進学思想に着目した犯罪研究も存在する。自分の犯した犯罪がサタニズムに基づくものだと主張する犯罪者は偽サタニストだと社会学者たちによって主張されており、サタニズムを犯罪と結びつけようとするのはデマゴギーだと有心論的サタニストから見なされてきた。1 9八十から1 9九十年代には、 子供や同意していない成人に対する性的虐待が行われているという告発が多数起こり、サタニックパニックとして知られるようになった。アメリカ合衆国では、カーン軍の児童虐待事件、マクマーティン保育園裁判、そしてウェストメンフィス三事件が広く報道された。ミネソタ州上段で起こった事件では子供たちが、児童ポルノ製造、動物採離、食粉、飲料、 小殺しを行ったと主張し、殺人が起こった段階で、FBI が通報を受けた。24人の成人が逮捕されて、性的虐待、児童ポルノ、その他の罪で告訴され、サタニズムの儀式と関係があると主張された捕まった、もののうち3人に対して公判が行われ、2人は無罪となり、数とは有罪となった。最高裁判事のスカリアは裁判記録において、 性的虐待が冗談で起こったのは間違いない。しかし広く知れ渡ったようなことを信じる根拠はないと指摘しており、捜査官によって用いられた強制的な手法は捜査を損なうものだと繰り返した。創世記において人間に知恵の木の実を食べることを勧めた蛇をサタンと同一視することに基づき、知識の追求がサタンにとって重要だと考える有神論的サタニストもいる。 両性具有の知識の教授者というエリファスレビの描く、バホメットをサタンとみなす者も,もいる。また、ルシフェリアンのようなある、種のサタニストのグループは、より高度なグノーシスを得ようとしている。そうしたサタニストの中には前日のアファイト・カルタス、ソタノスのように、ヤファウェを、グノーシス主義のユーデミュールゴスとみなし、サタンをそれ以上の超越した存在とみなす者も,もいる。 有心論的サタニストにとって、自己の発展は重要である。というのは、サタニズムにおいて、サタンとは、個人主義と自由思想を称揚し、魔術や、非議伝授といった方法によって、犯行に対して、自己を高める追求だからである。サタンは、アブラハムの神が行っているよりも対等な関係を、信者と結ぶことを望んでいると彼らは信じている。 有ド論的サタニストから見ると、アブラハムの宗教は善悪を人間にとって利益となるか外悪となるかで定義せず、神に服従するか反抗するかで定義している。自身が他者にコントロールされたり抑圧されたり群衆に従わされたりする手段を除去しようとし、政府以外の権威を拒否するサタニストもいる。旧約聖書のサタンが人々を試すように、サタンは 人々が個人として発展できるように指令を課すのだと信じる有心論的サタニストもいる。彼らは自身が責任を担うことを尊ぶ。自己発展を強調するにもかかわらず、世界や人類に対するサタンの意志が存在すると信じるサタニストもいる。彼らはサタンの意志がもたらされる助けとなることを期待し、祈り、学習、魔術によってそれを得ようとしているものと思われる。 聖書において、この世の神と呼ばれる存在が、コリントンの信徒への手紙に読ん,読んで言及されているが、キリスト社はこれを一般に、サタンと同一視する。そのため、サタンは、祈りや、魔術の講師に応じて、この世における欲望を満たすのを助けてくれるのだと、考えるサタニストもいる。しかし、彼らは自分たちの目標を達成するためには、毎日できることをするのも必要である。 有信論的サタニストは自分たちの宗教を全体として否定的に表すような、そしてナチズム、虐待、犯罪といったステレオタイプを修正するようなイメージを広めないようにしていると思われる。しかし、オーダーオブナイニアングルズのように、サタニズムの良いイメージのルフを強調することを批判する、グループも存在するオナワラベイハサタニズムを弱く混乱したアメリカ的な 偽サタニスト集団、キドリアとみなしており、オナのメンバーのスティーブン・ブラウンは、セトの寺院は大衆に良い印象を与えることにだけ、熱心だと主張している。オナは自分たちのやり方が、危険であり、もともとそう運命づけられており、真のサタニストは知るだけで危険な人々である彼らと、信仰を結ぶのにはリスクが伴う、ということを強調している。同様に、ザ・テンプル・オブ・ザ・ブラック・ライトは、 サタン教会を批判し、セトの寺院は、セト主義と闇の支配者セトを社会に受け入れられる、無害なものにしようとしており、これは彼らが、ユダヤ・キリスト教社会に需要、認知される、大きな宗教になろうとして行っているのであると、述べている。トトブルは、キリスト教、ユダヤ教、イスラームを、魂を高めすべてのものの反対であり、この汚れた世界で美しく、気高く、高潔な、 小さ、着物を殺す点での匂いとみなしている。サタニストの間には動物を釘に捧げることに関する議論が存在する。ほとんどのグループはそれを不必要な上に、サタニズムに悪印象を与えるものとみなし、トトブルのようなそうした釘を実践する数少ないグループとは距離を置こうとしている。インターネットによって、サタニストの教説の多様性がより意識されるようになり、 一方で多様性が増すことにもなった。しかし、それでもサタニズムは常に多元主義的、脱中心的な宗教であり続けてきた。サタニズムの外部の研究者たちは、有神論的か無神論的かによって、サタニズムを分類して研究し、文字通りのサタンを共同しようという実践を伝統的サタニズムあるいは、有神論的サタニズムと呼称した。 アブラハムの宗教に見られるような厳密な意味での、サタンであるかもしくはアーリマンニエ延期といった他の宗教の神々と集合したサタンであるような一、複数の神格を認める、神学的、刑事上学的教典を受け入れることが、一般に、有神論的サタニストとみなされるための条件となっている。チルドレン・オブ・ザ・ブラック・ローズという現存しない、小規模なグループではサタンが、 ザ・コバリアーに記されているような半信論的な前者とみなされていた。多くの有心論的サタニストは一つの解釈を信じ込むよりもむしろ個々の概念はサタンに関する多様な概念全体の諸部分に基づいているのだと考えている。神話やステレオタイプに終始することを選ぶ者も,もいるが、有心論的サタニズムに研究する上で、 キリスト教は常に第一の枠組みだというわけではない。有信論的サタニストの宗教は、ネオペガニズム、サドウ、オカルトといった流儀に基づいている場合もある。キリスト教のサタン論に基づいた信仰を持つ、有信論サタニストは、他のサタニストから、逆キリスト者と呼ばれるが、これはしばしば無別的な願意を伴う。一方、逆キリスト者と呼ばれる人々自身は自分たちの、 サタン論を純粋で混じり気のないものとみなしていることがある。彼らはより厳密なサタン解釈を信奉する、つまりキリスト教の聖書に登場するようなサタンである。こういった意識は、有神論的サタニズとの大多数には共有されていないものの、ウイッカはほとんどのサタニズムを逆キリスト教とみなし、無神論者であるサタン教会の指導者、ピーター・ハワード・ギルモアは、 悪魔崇拝を、キリスト教の遺憾、つまり多様なキリスト教の位置形式だとみなしている。有神論的サタニズムに分類される、信仰の多様性は、有神論的サタニズム内部の激しい議論の原因で、あるが、サタンが、個人主義を商用していることの反映だとしばしば、みなされる。はっきりと、伝統的サタニズムを自認する著名なグループとして、オーダー・オブ・ナイン・アングルズがある。 このグループは人間を生きに捧げることを奨励しているために議論の的となり、新聞や書籍で数多く取り上げられた。オナでは、サタンは無意な永遠の二つの存在の片方であり、もう一方はバホメットであり、サタンは男で、バホメットは女だと信じられている。オナとは大きく異なるイデオロギーを持つ集団に、サタニックレッツがおり、彼らのサタニズムには、 共産主義的要素が見られる。しかし彼らはサタンを人格神だと信じるような、有神論的サタニズムではなく、闇の理心論つまりサタンは自然の中に存在するという信念を持っている。初期のサタン教会では、アントン・ラベイ自身が提起した理心論あるいは万有内在心論が報じられていたが、サタン教会の指導者たちは、 自身が偽サタニズムとみなしていたものと距離を置くために無心論を報じていると主張した。他のグループとしては2007年までミサンスロピックラ・セフェリアン・オーダーの名で知られていたテンプル・オブ・ザ・ブラック・ライトがいる。このグループはケイサフィーという哲学を信奉している。ケイサフィーとは人類は世界の中に存在し、世界は宇宙の中に存在し、そして宇宙は コスモスという領域の中に存在するという思想である。コスモスは三つの空間的次元と一つの時間的次元からなる。コスモスはほとんど変化しない物質的な領域である。一方、コスモスの他にカオスという領域が存在する。カオスはコスモスの外に存在しており、コスモスと違って無数の次元を有し、常に変化している。 カオスの領域は十一の闇の神によって統治されており、その神々の中で最上位の存在がサタンであって、史上知られているすべての神々はより行為の存在が権限したものである。この行為の存在はアゼラテ、竜の母であり、十一の闇の神が一つに統合された存在である。そしてアゼラテはいつの日にか復活してコスモスを破壊し、 カオスを破壊させるのだとトトブルでは信じられている。トトブルは、スウェーデンのブラックメタル、デスメタルバンドのディセクションと、特にそのフロントマンのジョン・ノトベイトと結びついてきた。ノトベイトは、早い段階でトトブルに参加した。ディセクションのサードアルバム、レイン・ケースの歌詞はもっぱらトトブルの強説を扱った、ものであった。そしてノトベイトは2006年に自殺した。的サタニストは、 伝統的なグリモワールに登場する悪魔に敬意を持って共同する。傲慢な姿勢を見せるルシファー。かつてのチルドレン・オブ・ザ・ブラック・ローズのような、有神論的ルシフェリアンのグループはとりわけルシファーにインスパイアされているが、ルシファーはサタンと同一視されることもされないこともある。実際には、アケボノノコ、ルシファーその他の名前を単一の霊的存在よりもむしろ、 バビロニア王などの当時の政治的人物を指すのに、用いられたと考える神学者もいるが、この名前がサタンを指していると信じる者は、サタンの堕落にもそれを適用する。女王部サタンはサタンが天使のような姿で現れると信じているまた、サタンはノルド人の神々のリーダーであると信じているさらに、サタンは古代のシュメール人の神エンキエアであるとも信じている加えて、サタンは やディーの大天使、マラクターウースでもあると信じている。ザ・チャーチ・オブ・ザ・エルダーズは、女王・ヨブ・サタンの進学を借用してサタンは、延期に基づいていると信じるが、この存在をサタンと呼ぶことは拒否して、延期と呼ぶ。これは、瀬戸の寺院がサタンは、瀬戸に基づいていると信じるが、これをサタンと呼ぶよりも、むしろ、瀬戸と呼ぶのに酷示している。ザ・カテドラル・オブ・ザ・ブラック・ゴーとは、 サタンとルシファーは同一の存在であり、それぞれの名前が彼の光の側面と闇の側面を表すと信じている。セトの寺院によるセト数系を有神論的サタニズムと同一視する著述家もいる。しかし、セトの寺院は有神論的サタニストを標榜していない。彼らはエジプトの神セトこそがサタンの名に隠れた真の闇の主であり、サタンとは 瀬戸を義母化したものに過ぎないと彼らは信じているのである。彼らは自己発展を中心に据えた実践を行っている。瀬戸の寺院において黒い炎とは個々人の心的な中核であって瀬戸と類縁関係にある霊魂であり、彼らはこの黒い炎を発展させることを目指す。有神論的サタニズムにおいては黒い炎とはサタニストから独立した存在であるサタンから人類に、 与えられる知識のことであり、サタンは知識を求めるサタニストに、この黒い炎を分け与えることができる。サタニストの信仰の多様性やいくらかのサタニストの有心論的性質が1995年の調査で示されている。サタンを探求、崇拝する人にとって危険なものではなく友人のように付き合えるものとみなせるというものもいる。サタンを父と呼ぶものもいるが、 他の有神論的サタニストの中にはそう呼ぶのは混乱を招くとか卑屈すぎるとかといって批判する者も,もいる。しかし聖書ジョン8時44分においてサタンは追随者から父と呼ばれ悪人は一ジョン3時10分で悪魔の子たちと呼ばれている。またサタンはジョン・ミルトンの失楽園で娘である罪の父親として描かれている。 有心論的サタニズムは単なる一時的な暇つぶしとしての魔術儀式に基づいたオカルトの実践というよりもむしろ宗教的コミットメントを伴っている場合がしばしばある。有心論的サタニズムの実践者は自己を捧げる儀式を行うことを選ぶことがあるがそうした儀式は有心論的サタニストとなってすぐ行うべきかそれともある程度計算を積んでから行うべきかは議論の対象と なっている。ありがとうございます。